皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、継続的に売上を上げる教室の先生は8対2の法則を使っているということについてお話ししたいと思います。世の中にですね、いろいろなその法則と言われるものがあるんですけれども、8対2っていう法則とかっていうのは聞いたことある方いらっしゃるかもしれないんですけれども、こちらの方がですね、大体こういろいろな売上の構成比とか、割合を見ていくと、その全体が10だとするじゃないですか。その10の中の2割の人が作ってるとか、10の中の2割の影響力がすごくあるっていう、そういう話でパレットの法則っていうのがあるんですけれども、こちらをですね、上手に使っているっていうことですね。で、これ私が営業時代の時にも実際にそういう話とかも聞いたりとか、あとは人員的な管理をするのに、そういう話とかを聞いていたりしているんですけれども、例えばですね、上位に2の、お客様がいて、で8っていうふうにやるとちょっと多すぎるので、6、2、だから2、6、2みたいな感じで、 2のお客様はほとんどうまく売り上げとかも上がらないっていうところが一定数いて、6が中くらいの中堅の頃で、2のところがものすごくこうちゃんと売り上げを上げる貢献をしてくれるお客様みたいな、そんな雰囲気になってる時とかも実際にありましたし、だいたいいろんなその高額商品とかが2割で、あとの8割の部分の売り上げを支えるとか、2対8の法則っていうのは非常によく使われる内容なんですよね。ですから、この内容をですね、教室の方に当てはめていった場合に、どんな形になっていくかっていうのを、今日はねちょっとお話をしてみたいなというふうに思っています。はい、では教室業のね8対2っていうのはどういうシーンで使えるかっていうのをお話しするんですけれども、いろいろなシーンで使います。まずよく商品を買ってくれる、ないしはサービスを買ってくれるお客様っていう層ですね。それが2対8とかに分かれるとすると、全体構成比に対してのよく買ってくれる人、ロイヤリティが高い人、自分のファンである人、そこをまず2割は作りましょうっていう話ですよね。100人いたら20人とかが、そういうこう自分にとってすごく熱くて熱狂的なお客様とか、そんなイメージなんですけど、300人いたら2割だから2,3,6,60人になります。はい、なのでまず全顧客リストをチェックをしてみて、自分にとってすごく濃い人、近しい人2割ぐらいいるかどうかっていうのもチェックしてみるっていう、人数でのチェックがまずその1ですね。でその2が、金額ですね。金額、高額商品っていうのは買う人数が当然限られています。少なめです。だけれどもその高額商品を好んで買ってくださる方、ないしは過去にこう商品を、作って、でそれを販売してみて実際に買ってくださった方の人数の割合が2割とか、高額商品、要は全体の自分の事業を支えている高額商品とかが2割になっているかいないかとかですね、売っている商品の金額ベースで考えるということで、8対2っていうものの2割の商品がね大体支えているというふうに言われています。で3つ目が、時間ですね。時間、忙しいっていうことでね、教室の先生大体そういう話をするんですけれども、2割の少しこうアイドリング時間っていうか、新しいことを考える時間、またはそのアイディアとかで次の事業の展開を考えるとか、その時間の割合をなんとか2割に近づける。これ結構大変なんですよ。
私やってても大変。1割切っちゃう時とか月によってはある。大丈夫な月はなんとか2割とかできているんですけれども、時間も2割ぐらいは先のことをやる。だから今の仕事は8割まででこなす。あとの2割には食い込ませない。あとの2割は1年先とか2年先とか3年先とか先の仕事をやるための時間にするっていう、この8対2の2割ですね、時間。なので、結構特にこの時間かな。金額ももちろんさることながら、人数もさることながら、多分一番重要なの時間だなと思っていて、教室の先生は本当に忙しいのは私よく知ってるんですけれども、私自身も教室業をやってる時にもなるべく意識してたし、今コンサル業をやってる上でも、この8対2の特に2の部分ですね、未来の仕事をするっていうこの2の部分はすごく意識しています。2の部分を、意識してやらないと日々追われちゃうんですよ。日々追われると、生産性が逆に下がる感じで、予見して予知している仕事をこなしていく分には、まあ問題ないんですけどね。なので、だいたい私は半年先から1年先の仕事をしてます。だから今やってるのは半年前に仕込んだ仕事をだいたい今こなしてるっていう形になります。で、この循環がうまくいくようになると、年間の売上の50%以上が、私の決算12月にしてあるんですけど、1月から3月の第4四半期の第1期の時に50%の売上が立つ状態を作ると、まあ、あとの9ヶ月が、50%やればいいだけなんで楽ですよね。そうするとまた翌年の仕込みをしていくことができるので、段階的にずっと売上が上がり続ける、規模が大きくなり続けるっていうことをやれているんですね。で、余裕があるといろいろなアイディアを途中で入れ込んだりとか、企画にさらにエッセンスを足したりとかっていうのもできるようになるので、この2割っていうのは、非常に心がけをして作っていくっていうのが必要です。で、うまくいっている先生とお話をすると、先の話を聞かせてくれる、今度こういうことをしようと思ってる、大体半年から1年先のアイデアですね。私と同じような進度で大体進んでいる先生はずっと人気だし、ずっと満席だし、ずっとうまくいき続けてるし、ずっと売上上がり続けてるんですよ。だから、まず売上が上がってないなとか、上がってたけど頭打ちとか、今忙しすぎて大変で倒れそうっていうタイプの人は、どこかで一回こう荷重をかけて、まあ、先の仕事と今の仕事と両方やらなくてはいけない時とか出ちゃうんですけれども、それでも、やる価値がある、どこかで、ね、なるべく早い時期に。 この自転車操業的な動きが変わらない限り、継続的に売り上げを上げるっていうのは難しいし、その先を常に考える時間を作るっていうのを意識的にしておかないと厳しいよね、というお話でした。はい、ということでまとめていきたいと思います。継続的に売り上げを上げる教室の先生は8対2の法則を使っている。2割の大事な部分に集中してお仕事をしているということです。1つ目は、教室の総人数。2つ目は持っている高額商品、売上に貢献できる高額商品の割合。3つ目は時間の使い方。これがポイントになってきますので、ぜひ自分の日々の行動をチェックしてみていただければというふうに思います。それでは。